皆さんこんにちは、佐々木仁です。ですね、今試合が終わって3日目なんですけれども、なんと12月26日日本有数タイトルマッチ、見事3ラウンド KO で勝つことができました。イエイ、拍手。無事ね、強敵の選手ね、10戦目で、まあ、10戦10勝9KOというね、結果になったんですけども、無事はベルトを獲得できたんでほっとしてます。ベルトこんな感じです。どうですか？意外とかっこいいなと思いました。意外とね、思ったより重くて結構ずっしりくるんですよ。わかりますか？重い感じで、初のタイトルということで、まあ、大切にしていきたいと思います。そしてこちらトランクスの方でスポンサーについてくださった方々、本当にありがとうございます。本当に力になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。12月の26日の試合の応援、本当にありがとうございました。すごく力になりました。前回の試合から1ヶ月という短い期間の間での試合だったので、すごくまあね、減量とか練習とか結構精神面的にきつかったんですけど、苦しい毎日だったんですけど、無事勝つことができて、今はもうすっきりしてちょっと解放された気分なんで、なんと計量のもう今3日経ってるんですけども、計量からもう3日後で今10キロぐらいリバウンドしてしまいましたね。10キロですよ。人間がもう3日で10キロですよ。やばくないですか？まあ、そんだけ、まあ、本当ね、人生かっけ、本当体削って取ったベルトなんで大切にしたいと思います。そして次は来年で、次は日本チャンピオンを目指したいと思います。なんで来年の今頃にはもうベルト2つ飾りたいと思います。スポンサーの方々とかね、応援してくださった方々、本当にありがとうございました。すごく力になりました。今後とも頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。とりあえず太りすぎないように、10キロ増えちゃったんで、なるべくキープしたいですけども、正月太りだけ気をつけて、ちょっと休憩してまた練習再開したいと思います。皆さん、おめでとうございました。